はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画ではこちらのお部屋のルームツアーとミニマリスト生活の魅力についてお話をお伺いしたいと思います。それでは自己紹介お願いします。お願いします。鮭と言います、はい。今年で28歳になります、うん、僕ですね、はい、大学が理系の大学院を卒業してまして、うんうん、で今はちょっと地元から離れたところでメーカーで開発系の仕事をしてます、うん、はい、はい、僕なんですけれども、うんうん、今インスタグラムで一応発信してまして、うん、で内容としては暮らしの余白とか、まあ、その仕組みっていうところ、うん、そのすっきり暮らすっていう仕組みのアイディアなどをちょっと発信していると思います。なるほど。やっぱりその僕自身がすごいやっぱ弱い人間だなって思うんで、だからこそ習慣化の仕組みとかっていうところをやっぱりそうしていけないといけないなっていうところで、そういうような発信をしているっていうところになります。ということですね、はい、改めてお願いします。お願いします。で、シャケさんはインスタのフォロワーが今2000人ぐらいということで、発信活動も今頑張られてるっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。で、ちなみにシャケさんはミニマリストを目指し始めたのってどれぐらい前なのかとか、なんかきっかけとかはありましたか？はい、大体ですね、約1年半ぐらい前からミニマリストに興味を持って目指し始めたというところになるんですけど、はいはい、まだまだ浅い感じではあるんですけれども、はい、まあ、そのきっかけとか理由とかで言うとですね、やっぱ一番の理由が仕事っていうところでして。なるほど、はい、やっぱ仕事ですね、やっぱ残業が多かって、でかつあまり面白いと感じなくて、今なんか何のために生きてるのか分かんなかったんですよね。で、そこの中でミニマリストっていう生き方を知りまして、うんうん、で、なんか生きていくのに物ってそんなに必要ないなっていうことをこうギクッと気づかされまして、はい、はい、でやっぱそうなってくると、うんうんうん、やっぱじゃあ物も必要ないし、うんうん、じゃあお金もその生きていく上でそんなに必要ないっていうことを知って、ですごいどんどんこう気持ちが身軽になっていきまして。なるほど。で、ミニマリストをどん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 こう興味を持って学んでいったというところ、ということですね。それこそ今シャケさんは社会人今何年目くらいですか？今ですね、4年目ですね。やっぱりお仕事が大変で、はい、そうですね。なるほど。そこはちょっとどうにか、まあ、生活自体もシンプルにしなきゃなっていうところでミニマリストって一回出会ったっていう、はい、そうですね、ところですね。それこそ一番最初ってなんかその本から出会ったのか、まあ、なんか動画から出会ったのかみたいな、なんかありますか？うん、あ、僕ですね、最近よく有名かもしれないですけど、 YouTube の、はい、本解説動画ってあると思うんですけど、まあ、そこで、知ったというところが初めてですね。なるほど。それこそ佐々木文夫さんっていうミニマリスト界のレジェンドの本の解説動画を見て、はい、そこからちょっと目指してみようかなみたいな。そうですね、そこの本とかのを見て、はいはい、でその後はいろいろ本とかを実際に手に取って読んだりとか、まあ、それこそ武井さんの動画とか見させていただいて、はいはいはい、いろいろ勉強させてもらって今に至るという形、はい、ということですね。で、はい、実際この1年半という期間で、まあ、徐々に物を減らしていって、で今のおしゃれなお部屋が出来上がったみたいな感じですか？そうですね、はい、一気にではなくて徐々に無理せず続けていってるという感じです。ということですね。また後でも出てきますけど、昔は相当なお部屋だったそうで。そうですね、はい、かなりきつい部屋です、ね、そっからこのおしゃれなお部屋が出来上がるって、僕は本当想像以上にすごいなと感じていてその辺もね、また後ほどお話をお伺いしたいと思います、はい、っていう、まあ、きっかけですね。そうです、はい。で、早速、まあ、ルームツアー始めるにあたってですね、お部屋の間取り、広さ、築年数など教えていただいてもよろしいですか？はい、このお部屋がですね、大体キッチンも部屋に入ってるワンルームの部屋で、大体広さが10畳、込みで10畳の部屋になります。はい、築年が7年で一人暮らししています、うん、っていうことですね。で、今ではちょっと広いかなと感じているわけですか？そうですね、もうちょっともう広いし、もっと狭い部屋でもいいかなというふうにすごい感じますね。なるほど。で、近々ちょっと引っ越しも検討みたいな。はい、はい、半年後ぐらいにはもう引っ越してもいいかなぐらいってことですね。感じてますね。ありがとうございます。で、はい、まあ、またね、ちょっとお部屋時代の話もしていきたいんですけど、今ではめちゃくちゃすっきりしていて、お部屋がすごいおしゃれですけど、以前お部屋だったそうで、なんか昔どういう状態だったんですか、お部屋は？そうですね、もう本当にゴミ屋敷というか、なんかその服とかも地面っていうか床に散らばってますし、でかつポスターとか CD、DVD とか、うん、テレビもドーンってあったりとかで、もうなんていうかな、壁とか床にもう余白なくこう敷き詰められてるような部屋というような感じでしたね。っていうことですね、はい、でそこからもう物減らして、はい、いろいろアイテムとかもアップデートしてっていう感じですね。はい、ありがとうございます。ではじゃあ最後に、はい、ルームツアーするにあたって、はい、視聴者さんに特にここのポイント見てほしいよっていうところはあったりとかしますか？一応4点ありまして、はい、うんうん、ミニマリストではちょっと珍しいんですけれども、うんうん、ソファーを置いているっていうところ、はい、これですね。はい、そうです。ちょっと一応余裕、理由はあるんですけれども、はいはい、で2点目がですね、うんうん、観葉植物を置いているというところです、うんうんうん、はい、はい、
で3点目がですね、あのフロアマット、これ引いてるんですけど、うん、まあ、そこをちょっとこだわってるというところです。で、最後4点目が、家具とかって全然お金かけなくても、うん、全然高級感とかおしゃれさとか全然出せるんだというところを伝えたいなという。なるほど、これ全然もうお金かかってないわけですか。全然かかってないですね。すごいですよね。なんか本当になんか結構お金かけてこのおしゃれなお部屋が出来上がったんだろうなって僕個人は思っちゃったんですけど、あ、いいですね。はい、実際どれぐらいでご用意できたもんなんですか。あ、実際ですね、約2万ぐらいです、ね、本当ですか。全部ベッドとかも全部合わせて2万ぐらいです、ね。はい、すごいですね。ちょっとまたその辺もね、まあ、そのこだわりポイント4点含めて、まあ、ルームツアーしながらちょっと聞いていきたいと思いますので、はいはい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、こちらが鮭さん宅のリビングルーム、メインルームということで、早速ルームツアーしていきたいと思うんですけども、まあ、先ほどちょっと冒頭でおっしゃっていたこだわりポイントからね、いくつかちょっとお話をお伺いしたいと思います。じゃあまずソファーですね。はい、ミニマリストだけどソファーもお持ちだということでおっしゃられてましたけど、なんか置いてる理由とかはありますか？持ってる理由とか。はい、一回捨ててまして、一人暮らしだったから。で、何もなしで生活してたんですけれども、うん、あの結構友人とか、はい、まあ、その恋人とかが家に来た時にですね、ちょっと落ち着かないと。どこ座ったりか分からんから、ちょっと居心地悪いと。なるほど。いうふうに言われてまして。で、まあ、あの、じゃあちょっと、それをもう兼ねてソファを買うかというところで、まあ、ちょっと検討しまして、はい、で、まあ、あの、僕がっていうよりは、あの、誰かと一緒に時間を共有するためのスペース作りとして、うん、ソファをもう一回購入したっていう。なるほど。ってことですね。当時ソファなかった時とかは、もう本当、地べた、はい、床に座ってたって感じなんですか、当時。あ、まあ、地べたにも座ってましたし、はい、あと、あの、パソコンデスクを一応置いてますんで、そちらの方であの横で食べたりとか、はい、してましたね。ということですね。で、一応まあソファー買われたっていうことですけど、なんかこだわりとかはあったりとかしますか？これですね、はい、一応あの中古で買ってまして、はい、もう本当にこの何ですかね、一応無印のソファーなんですけど、へ、これなんか、まあ、嫌がる人もいるかもしれないですけど、メルカリで買ってて、これ全部で3000円なんですよね。めっちゃ安いですね。まあ、ちょうどあの引っ越す時とかって処分困る人とかいるみたいで、で、まあ、本当にあの取りに行くとか言ったら、あの本当に格安で譲ってくれる人とかもいて、なるほど。それであの、まあ、自分もそんなこだわりないしっていうところで、まあ、比較的綺麗なやつを譲っていただいたとっていうことですね。ちなみにそのメルカリとかでソファーをお探しの時とかに、例えば色がこんな感じがいいなとか、まあ、座り心地が良さそうなのがいいなみたいな、なんかそういうなんか基準とかあったりとかはしましたか？あ、そうですね、金額とか。あ、はい、別にこだわりは本当になかったんですけど、とりあえず色だけ、あの部屋にマッチさせないなっていうところで、まあ、白とかベージュ系で探してまして、で、まあ、そんなにね、あのお金もかけるつもりなかったんで、うんうん、でもうチラチラっと見てたら、なるほど、まあ、ちょうど3000円とか、4000円とか結構今でもあると思うんですけど、そういうのであの見つけて、あの、まあ、出品者さんと連絡取ってちょっと購入させてもらったとっていうことですね。まあ、実際ご本人的にはご納得で。あ、もう全然大満足ですね。いいですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて観葉植物ですね、はい、こちらもこだわりということで、なんかお部屋にチラチラとあって、まあ、キッチンのところに2つあったりとか、まあ、冷蔵庫のところに1個あったり、あとこれもサボテン本物ですか？あ、これ本物ですね、はい、とか、はい、あとまあ寝具の上とか、あとデスクの上にもありますね、はい、あ、そうですね、そう、各場所に観葉植物があるということで、なんかそれぞれのなんかこだわりというか、 なぜ観葉植物持ってるのかみたいなのありますか、理由とか。はい、まあ、結構僕自然が結構好きでして、うん、もう本当に何ですかね、長野とか北海道の大自然っていうのが本当に大好きで、でもそれもあってこう自然と触れ合ってるっていう環境っていうのはすごくリラックスできるんですよね、僕の価値観として。うん、でというところから、まあ、観葉植物は家にちょっとたくさん置いた方がいいかなとか、まあ、本当にその必要なければ別に捨てたらよかったんですけど、置いてみたらですね、結構本当に家の時間がすごいこう、うん、落ち着くというか、ほっと一息つけるようになったんで、やっぱ効果あるんだなっていうところで、何個か置いてるとかですね。なるほど。それこそこちらにお引越しされたと同時に観葉植物もご用意したみたいな感じですか？あ、そうですね、そういう感じです。もともとはなかったんですけれども、でも実際ご本人にとっては観葉植物置いてみたら、もうリラックス空間になってめっちゃ良かったみたいな。そうですね、かなりいいですね、はい、なんかペットを飼うのにも近いかもしれないですね、猫がいるみたいな。確かに成長もね楽しめますしね。そ、はい、それこそ、まあ、各観葉植物はなんかどういった感じで選ばれたんですか？割となんかちっちゃめの観葉植物も多いですけど、はい、まあ、例えば、まあ、形なのか、はい、あとは何だろうな、育てやすさなのか、金額なのか、はい、多分いろんな基準あると思いますけど、どういった基準でシャケさんは植物選ばれたんですか？もう本当に育てやすさだけですね。なるほど、はい、やっぱその自分で時間をいろいろ物減らして時間を作り出してるのに、逆に観葉植物いっぱいいっぱい時間取られたら本当に本末転倒なんで。なるほど。っていうので、まあ
あんまり全然手入れいらないっていうような観葉植物ばかり集めてことですね、はい、あるって感じです、はい、ありがとうございます。一応あれですね、デスク前のところ、デスクの上とか、まあ、寝具周りにもあるのは、まあ、各作業ごと、はい、まあ、デスクで作業するときも、まあ、ちょっと寝る合間というか本とか読んだりとかするのか分かんないですけど、はい、そういうときにもちょっと癒やすぎがあるように各場所にちょっと植物を散らしてみたいな感じですか。いや、そうですね、はい、あの各あの空間で全てにおいて、まあ、落ち着いたリラックスした環境っていうのを作り出せるようにしてますね。ということですね、はい、で続いて3つ目のこだわりポイントがこのフローリングですよね、はい、こちらご自身でなんか DIY というかはめ込んだみたいな。あ、そうなんですよ。結構賃貸って黄色い床が多いと思うんですけど、はい、あの部屋 の, そのインテリアデザインの友人から言われたのがやっぱ色が一番大事だと。なるほど。色だけでもプロになれると言われまして、で、まあ、その友人がちょうど引っ越すタイミングであの、まあ、フロアタイルみたいなやつを、はい、まあ、あの譲ってくれるというか、まあ、いらないからっていうので。あ、そうなんですか。ご友人のですか。はい、あ、そうですね。で、まあ、譲ってもらったんですけど、で、まあ、実際やってみてすごいこう統一感が本当に生まれる、それこそリラックスっていうところにつながってるなと思いますし。なるほど、はい、で、まあ、意外とですね、あの、物を選ばなかったら本当ピンキリで5000円から1万ぐらいでも全然揃えられたりするものなので、かなりおすすめします。なるほど。なんかそのご友人もね、なんかお部屋おしゃれそうだなと思いますね。この色もいいですよね、素敵な感じで。そうですね、はい、やっぱりその友人のセンスが良くて、良くて、はい、いつも友人に助けられてますね。ということですね、ありがとうございます、はい、で、まあ、最後のこだわりポイントとしてはその、まあ、家具インテリアっていうんですかね、まあ、はい、そこまでお金かかってないよみたいなお話もありましたけど、はい、まあ、ソファーが先ほどおいくらでしたっけ。3000円ぐらい。3000円で、はい、他のそれこそなんか家具インテリアとかはどんな感じなんですか、金額的には。あ、まあ、他のところで言うと、はい、まあ、ここの照明とかこの上の照明であったり、はい、あとベッドサイドのこの丸い、ちょっと結構お気に入りなんですけど、はい、この照明もですね、はい、まあ、両方1000円なんですよ、ね、安っ。え、それもメルカリとかですか。あ、これはあのベッドサイドのやつが IKEA で1000円 で、この窓際 の、はいはい、のクリップライトっていうんですけど、これも Amazon で1000円で。なるほど、はい、これは取り入れた理由は何かあるんですか、この間接照明、このお二つは。あ、これもあのちょっと友人からアドバイスいただいて、自分で本も読んでってとこなんですけど、はい、部屋を光で区切るとおしゃれになるよと、うん、と言われて、はいはい、であのとりあえず光を増やすと方がいいよっていうところで、じゃあ簡単に増やせるっていうところで、あのクリップライトであったりを追加したと。まあ、ベッドサイドで言うと、これはあの本読むときにしっかりとちょっと文字が見えるようにっていうところで、結構本好きなんでっていうので、ここに置いてるって感じですね。なるほど。他に例えば、まあ、ベッドとかはどうなんですか、金額的には。あ、ベッドもですね、あのさっきのソファーと一緒で、あのメルカリでこれは4000円ぐらいで4000円のクオリティには見えないですけどね。ベッドフレームはちょっと別なんですけど、ベッドのマットレスが4000円で、はいはい、あのこれが引っ越したい大学生からあの譲り受けたものでして。なるほど、はい、へ、無印のやつなんですけど、いいですね、はいはいはい、いいですよね。なんかソファーの色合いともすごいマッチしてて、はい、これも、まあ、たまたまタイミングよくこの色が出て、まあ、譲り受けたみたいな感じですか。あ、ベッドフレームはですね、あ、フレームの方は、はい、一応そのもともとなんか茶色い濃いなんか色をやったんですけど、すいません、本当だ、はい、ここね、そうです、はいはい、これ貼ったんだ。あ、そうです、傷だらけでもろいやつやったんですけど、はいはいはい、もう本当に1000円ぐらいでリメイクシート買って貼ったらもう部屋にマッチする。なるほど、そっか、じゃあいただいたのはこの上ってことですもんね。あ、そうです。このシーツとかもですか、いただいたのは。シーツはこれは無印で自分で買いました。で買ったんですね、はい、そういうふうにいろいろ駆使して、まあ、リメイクとかもしながら、そうですね、こういうおしゃれなお部屋を作ったみたいな。多分全部結構安くて、無印のこのシーツとかも1500円とか、うん、へえ、すごいですね。は、はい、だからもう全然その色合いがまず大事だから、ちょっとフローリングとかもちょっとね、ご自身で DIY して、家具とかもちょっと色合いをね、はい、なるべくシンプルにして、まあその安いちょっとメルカリとかで取り入れたりとか、うん、はい、まあ、IKEA とかね、はい、照明とかもちょっと作って、あの買ってあげると、まあこういうおしゃれなお部屋出来上がりやすいっていう、はいはい、感じですね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、あと細々したところをちょっと聞いていきたくて、はい、じゃあまずデスク環境から聞いてもいいですか。はい、はい、こちらのテーブルとかもなんかどっかで買われたんですか。あ、これですね、あのおじいちゃんが一応山の奥に住んでまして、で、そのおじいちゃんが切ってきてくれたっていうやつを、天然のデスクですか。そうです、それこそ削ったりとかして作ったっていう感じ で、すごいですね、でそれにはい、この足は Amazon で
結構7000円ぐらいかな、売ってて、でそこを取り付けたっていう感じ。なるほど。え、これおじいちゃん切ったってことはこれだけの大きさの木があったってことですか？いや、そうみたいですね。僕もなんかあんまりなんか分かんないんですけどすごいです、ね、結構そのこんなんあるよというふうに、実家で話してるときに提案してくれて、すごいかっこいいなっていうところで、で、まあ、いいですね。でもまあそうですね、ゆくゆくは別に今必要なく今の仕事でテレワークが多いんで置いてるだけで、まあその仕事の内容によっては全然必要ないなとは思ってますね、まあ、その生活スタイルに応じてまあ減らしていったりとかもしていいなとは思います。なるほどってことですね、はいはい、ちなみになんかテーブル上デスク上とかも多分昔と多分相当変わったんじゃないかなと思うんですけど、はい、昔お部屋っておっしゃってたんでね、そうですね、そうなんか今ねやっぱそのデスク環境をより良くするために、はい、まあなんか意識したこと、まあ、整理整頓でもいいし、はい、こだわりのアイテムでもいいし、うんうんうん、なんかありますか？キーボードとかはちょっとその生産性上げるためにちょっとこだわって選んだりとかはしてましたけど、そうですね、お部屋自体とかはこのよくあるのが多分このベッドの横とかに本とかをこうずらーって並べるとか積み上げるとかそういう状態だったんですよね。テーブルの上ってことですかね。あ、そうです、テーブルの上にずらーっとこうそういうような状態だったんですけど、まあそのね、やっぱりこの一つのものに集中するっていう、集中力を乱されないためにもやっぱりその何も余計なものを置かないように、はい、今はしているという形で、ということですね、はい、でも基本はもうキーボードと、はい、まあ、そのディスプレイと MacBook のパソコン と、はい、あと奥の方にタブレットとかですかね。あ、そうですね、はい、これもiPad で、で僕部屋をちゃんと見ていただいたら、はい、僕テレビ置いてないんですよ。確かにそうですね、はいはい、普段はどうしてるんですか？普段はですね、この iPad がテレビ代わりで、もう何かこう見たいのがあったら、まあ、iPad で見るっていう、なるほど、ところだけですね、ということですね、はい、でな昔はね、なんか本当足の踏み場もないみたいなことをおっしゃってましたけど、はい、やっぱりそういうなんか普段使わないものを手放して、まあ、なんかそういうミニマムな感じで、まあ、映像を見たりとか、まあ、気分転換したりっていう感じですか？はい、そうですね、もう本当にこれで十分ですね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとまた奥の方に行きまして、なんかテーブル下のこのコード隠しっていうんですかね、はい、これはあれですか、そのやっぱ生活感出さないためになんかこういうの取り入れたみたいな感じそうですね、一応そのために置いてますけど、でも全然ちょっとまだすごいミニマルってわけじゃないんですけれども、ほこりたまって掃除とかの手間もあるんで、掃除の手間っていう面で置いてるようなところも大きいですね、ということですね、はい、でじゃあ続いてカーテンとかなんかこだわりとかはあったりとかしますか？これ遮光カーテンとかではないですよね多分。これですね、はい、遮光カーテン、遮光カーテン、はいはい、僕これレースカーテンしか置いてないんですよ、これ。ほうほうほう。普通のカーテンをしてなくて、でもうそれも必要ないなって思ってて、はい、結局朝起きて早く起きるんで光入ってくれた方が嬉しいですし、なるほどなるほど、でカーテン開けるっていう手間もなくなりますし、で結局じゃあカーテンの役目っていうと外から見えちゃうっていうところだと思うんですよね。なんで遮光カーテンっていうその外からそのシルエットさえ見せない、夜でも中は見えないんですよね、っていうのを、まあ、ニトリで選んだりとか、ニトリ全然売ってるんですけど。なるほどなるほど、はい、いいですね、なんか白だし、そうなんか清潔感もあって、あと空間も広く見せてくれるしね、白だとね。そうなんですよ。なるほどっていうこだわりもあるわけですね、ずっと閉めっぱなしでも、はい、明るい部屋が続くっていう、なるほどっていうメリットもあると。そうですね、いうことでありがとうございます、はい、で続いて、まあ、ルンバがあるわけですね。これルンバです、アイロボット。あ、そうです、ルンバです、はい、お掃除はもう自動化してるみたいな感じなんですか、普段は？そうですね、僕ね、床に物をこう置いてないので、ルンバがこう決まった日に掃除してくれるっていうところで、はいはいはい、本当に僕自身が掃除するのが大体月1ぐらいで済んでるっていうところで。なるほど、相当じゃあ少なくなったわけですねそうです、もうなんか掃除しなくても勝手に掃除されて綺麗な状態が保っていくっていうなんか仕組みができてるんで、なるほど、そういうのですごいルンバが役立ってくれてるなっていうことですね。それこそ昔のお部屋だったらこれ買っても活動できないですもんね。そうです、そうです、はい、っていうまあ暮らしぶりも変わったっていうところですね、はい、なんか、はい、そうです、相性がいいですね、やっぱり今のそのミニマリストっていう生活と、うんうん、その自動スマート家電とか それこそルンバとかそういったものってやっぱそういうので見ると相性がすごいいいなっていうふうに感じます。なるほどってことで、はい、ありがとうございました。続いてこの寝具周りの先ほどねちょっと照明もご紹介していただきましたけど、はい、このなんて言うんでしょう、丸太丸太、はい、これは一応まあ台置き的な感じです。あ、そうです、これもまあ一応ベッドサイドテーブルの代わりっていう感じなんですけど、はい、これも祖父が切って
くれたっていう感じで、すごいですね。やっぱなんかこういう自然のものがあるとやっぱなんか一気におしゃれになるというか。まあ全然でもなんかそのプロの商品じゃないんで、うんうん、もう粗いというか全然そのニスとか何も塗ってないですし、うん、高級感はそんなないかもしれないんですけど、うんうんうん、そう自然っていう意味でやっぱリラックスできるものではありますね。なるほど。なんかマッチ置いてありますけどこれは何なんですか。これお香をここで夜お香を焚きながら結構本を読んだりとかするんですけど、なるほどなるほど、そういうのでスッとできるように置いてるって感じです、ってことですね、はい、でなんか動画の冒頭オープニングでもおっしゃってましたけど佐々木文夫さんのこれはもう紙媒体でなんかもう結構何度か読み返してるみたいな感じなんですか、はい、あそうですね、はい、まあ、結構何度か読んだりとかして、まあ、結構その読んだら売ったりとかしてるんですけど、で売ったやつをもう一回読みたいなと思ったらまた買ったりとか、まあ、ちょっと効率は悪いかもしれないんですけど、それだったら本当に紙の本とか全然増えないですし、なるほど、まあ、別にそれでも損失とかで言うと1回200円とか手数料でとかなんで、うん、まあ、そういうので結構回してるって感じです。なるほど、ね、それこそ、ね、先ほどにもおっしゃってますけどやっぱデスクの上とかに本がたくさんあって、だけどそういうのも手放したからデスクがもうすっきりしたってことですもんね。そうですね、はい、ありがとうございます。結構僕個人的なこだわりなんですけど、はい、うんうん、ベッドの横に一冊だけ本を置いとくっていうのは結構こだわりでして、それは何でですか。寝る夜とかにじゃあ本読もうってなっても、うん、本を取りに行くっていうその手間が入ることによって本読まないんですよね、うん、みんな。確かに確かに、それあるかもしれない。なんですけどこうベッドサイドにパッと置いとくと、うん、じゃあこう寝る前にちょっとこうスマホ触る代わりにこうさっとこうノータイムで読めるんで、非常に本を読むっていうハードルが低くなって。なるほど、はい、確かに本を読む習慣がすごいできてきたっていうところがあるんですってことですね。これあれですもんね、なんか本当に例えばですけど寝る前に本読みたいっていう方がベッドから相当離れるところに本収納されたらもう動線が長くなるから読まなくなるってことですもんね。そうですそうです、本当に、はい、でこれも、ね、目の前の本に集中するためにもう一冊だけ、うん、置いといてっていう、はいはい、ことですね。かなりおすすめです。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてちょっとこっちサイドも行きまして、はいはい、このサーキュレーターすごいなんか変わった形というか、もう丸いですね。そうですね、はい、これももうまあ、別に必要ないかなとは思うんですけれども、うんうん、ただその年間通して1年中使えるっていうところで、あとその結構そのエアコンだけをつけてるとその夏も冬も高いところと低いところの温度差が非常に高くなって、なんかちょっとその部屋にいるストレスができちゃうんで、それをまあ1台でカバーしてくれるっていうところでサーキュレーター置いてるってところ。なるほど、ってことですね、はい、でその上にあるのは何でしょう。これ無印かなんかでこれくっつけたって感じですか。あ、そうです、無印のなんか壁につける棚みたいなやつなんですけど、この上にあるのはなんかそのフレグランス的なやつとか。あ、そうですね、香りとあとドライフラワーと、はい、アートとサボテンサボテンと、でその右にあるのはこれは、アロマオイルですね。へ、アロマはどこに垂らすんですか普段。もともとですね、はい、ベッドサイドでアロマオイルのやつあったんですけれども、それもちょっと捨てて、でアロマだけ残ってると。なるほど。ただアロマって結構汎用性高くて、まあ、ここ今置いてるんですけど、トイレとかにアロマストーンとか置いてるんですけど、そこに持ってって垂らしたりとかしたら、まあ、週とか月によってトイレの香りが変わったりとか、なるほど、はい、そういう汎用性あるんでアロマは置いてるって感じってことですね。やっぱ香りもいい方がいいって感じですか、そのフレグランスだったりアロマだったりとか。そうですね、香りって記憶とすごい強い結びつきがあるみたいで、うん、でやっぱりいい香りの空間にしておくと、うん、その空間自体を人間がこういい思い出というふうに錯覚するようでして、なるほどなるほど、っていうので一応香りっていうのは必要ではないかもしれないですけど、その後々の自分の、うん、ために、まあ、一応置いてるって感じです。ってことですね、まあ、なんかそれこそお友達招待したりとか、まあ、恋人呼んだりした時にやっぱりなるべくいい空間っていう記憶を残すためっていうのもありそうですね。はい、はい、ありがとうございます。あとなんかそのベッドの上になんか絵みたいなのもありますけど、そうです、ね、これは買われたやつですか。これは、まあ、一応その本とか雑誌のなんか絵が載ってる雑誌とかあると思うんですけど、あれを切り抜いて100均の枠に入れただけっていうやつなんですけど、それは鮭さんがこの絵が素敵だなと思ったから切り抜いたんですか。あ、そうですそうです。へ、僕旅とかが結構好きなので。あ、なるほど。これはアメリカをこう旅して絵を描いた人の作品が載ってるものを切り抜いて入れてるってところで、っていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。あとそうですね、2、3点ぐらい聞きたいのがあるんですけど、はい、この
スノーピークのこのテーブルで普段はそれこそお食事取ったりって感じですか？はい、あ、今はそうですね、うん、はい、でこのソファーでお食事するみたいな、はい、そうですね、うんうんうん、そういう意味で言うとあのこのスノーピークの机でさっき2万ってお伝えしたんですけど、はい、こいつでもう2万超えちゃってるんで実質こいつはあの家具っていうよりはもともとアウトドアが好きだった趣味だったんで、まあ、それでちょうどあるし使ってるっていう感じです。なるほど。そのスノーピーク あのテーブル以外 の、まあ、そのものでトータル2万っていう、 あとまあおじいちゃんの差し入れというか差し入れも含めて、ね、そういったものであのちょっとズルしてる感じではあるんですけど、まあ、でもそれでも全然ねやっぱその有効利用して、そうそうそう、まあ、こういうお部屋になるわけですもんね。はい、はい、ありがとうございます。あとなんかスマートスピーカーみたいなのもありますか？あ、そうですね、これあの、うん、アレクサ置いてます。へえ。もともとですね僕もあのアンカーの横 のサウンドバーとか、はいはい、であとコンポとかも置いたりしたんですけど、それも全部捨てて、うん、結局アレクサでも結構音質いいんで、うん、もうこいつだけにも集約して、うん、音楽も、いろいろスマート機能とかも全部もうアレクサにお願いしてる感じですね。なるほど。でここにスイッチボット的な、あ、そうですそうです、これはお部屋の照明か。あ、そうです。なるほど。もう声でアレクサにお願いして照明のオンオフしてもらうみたいな。はい、はい、そうなんですよ。あのアレクサおはようって言ったら、うんうん、この部屋の電気全部つけてくれる。なるほど。っていうことでその辺もやっぱ自動化仕組み化しようと思ったわけですね。そうですね、もう時間を、自分の時間を作り出すための、うんうんうん、もう些細なところの作業っていうところを全部省いていった感じですね。っていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。ということでじゃあ続いてキッチンを見ていきたいと思うんですけども、はい、なんかキッチン周りでなんかこだわりとかお気に入りアイテムとかあったりとかしますか？はい、一応2点あるんですけど、はい、あの水切りネットみたいなああいうの置いてないっていうところですね。さーっと置いてるとかあると思うんですけど、それ別に置いてなくてもいいなってところと、はいはい、あとなんかキッチンのこの上あたりとかに調味料をずらーっと並べる人いると思うんですけど、うんうん、まあ、そういうのも置いてなくてもう何もないスペースで、うん、なるほど、っていうところが、まあ、こだわりポイントですかね。ってことですね、はい。でまあ、普通にも調理器具とかもねちょっとああやって壁にかけたりとかで、基本はもうこのスペースはもう何もなるべく置かずっていうようなこだわりっていうことですね、はい、そうですね、はいはい、それこそなんか前と変わったこととかありますか？キッチン周りとかでそれこそ以前、まあ、ご実家の時はあんま関係ないかもしれないですけど、寮の時とかはどうだったんですか、はい、キッチンとかは。あ、そうですね、まあ、ちょっと、はい、寮の前にちょっと一人暮らし大学生の時してたんですけど、あ、まあ、その一人暮らししてる時とかだったらもう本当にですね、うん、もうここにあの2段3段っていう棚作って もう塩とかもうわーって並べてたりとか。なるほど、はい、であと洗い物とか もう常に山盛りでしたし、つけ置きっていう魔法の言葉であの自分を言い訳にしてあのずっと置いてましたね。ってことですね。じゃあ今ではだいぶ変わったっていう感じで、そうですね、やっぱキッチンがこれだけすっきりしてると、まあ、普段の家事だったりとか料理は楽になりましたか？あ、そうですね、まあ、家事料理もそんな結構ガッと作って冷凍してっていうところで毎日毎日料理はしてないんですけれども、まあそういう意味で言うとその作り置きって経済的にもかなり良くて、生活コストかなり下がったんで、そういう意味で言うとその生活コストを下げるために料理するハードルがすごい低くて、何でも作ってみようというふうに思うことですね。はい、でそれこそまあ食器洗ったらこちらで拭くって感じですか？あ、そうですね、これ、結構インスタとかで話題とかもしれないですけど、はいはい、ジョージ・ジェンセン あのティータオル でこれをさっと拭いて、うんうん、で洗ったら、うんうん、あのここに置くというところ で乾いたらもうすぐ片付ける。なるほど。で、まあ、これはもう常にすぐにかけておくんですけど、布なんで、まあ、すぐ洗いますし、すごいすごいあの使いやすい、いいですね。へえ、ってことですね。じゃあちょっとシンク周りも見ていきたいんですけど、こちら2つありますけど、はい、これはそれぞれ何ですか？はい、ハンドソープと、洗剤ですね。これが食器用洗剤ってことですか？食器用洗剤とハンドソープです。なるほど。でこのハンドソープはなんかセンサーかなんかで反応するってことですか？あ、そうですね、これこうやったらおやって出てくるんですけど、結構まあなんか料理とかしてて、うん、なんだろう、お肉とか魚とか触った後って、うんうんうん、もうなんか両手塞がっててこうなんかどこも触りたくないって時とかあるじゃないですか、はい、ああいう時にすごい便利で、なるほど、置いてるんですけど、はい、っていうことですね。でスポンジとかもなんかで引っ掛けてって感じですね。そうですね、100均のやつであの上に置いとくとねやっぱりあのカビちゃうんで、あのもう中に置いといて、でもこれもそうですね、もうすぐさーって洗ってもう3ヶ月に1回ぐらいも捨てて新しいのにしたりとか
なるほど、はい、でも宙に浮かして、まあ、清潔感というか、まあ、掃除しやすくというか。そうですね、掃除しやすくしてますね。ありがとうございます。ちなみにこのコンロの奥のなんか白、これは何ですか。ティッシュですね。ティッシュ置いてあるんですね、ここに、はい、掃除用ですか。いやもう何にでも使えるようなんですけど、まあ、キッチンペーパーとか、まあ、そういうのを使われる方多いと思うんですけど、あのティッシュ僕ふるさと納税でもう1年2年分ぐらいもらってるっていうのもあって、なるほど、へもうちょっと あんま良くない、環境には良くないですけど、はい、あのまあここで非常に汎用性が高いんでここに置いているという感じですっていうことですね、はい。でまあ、調理器具が、まあ、フライパンとか鍋とか蓋とかまな板とかもこちらにかけてあるっていう、はいはい、この収納法にしたなんか理由とかはあるんですか。あもうそうですね、これだったら、はい、もう使って、うんうん、でさっと洗って、はい、でティッシュで拭いてもうかけるっていう、もうここのここで完結するんで、動線でね、はい、すごい楽なんですよね。ってことですね。で調理器具もここにあるだけなんで、あと包丁はちょっと下にありますけど、ってことですね、はいはい。でちょっとじゃ あの収納行く前にあのフローリングのここだけあそうです、ね、はい、ないっていう、これはなんかあえてですか。あそうですね、ここ、はい、一応このあ下の収納が開けるやつがあるんですけど、あそうなんですね、はい、ここね開けれるようにってところで一応開けてるんですけど、はい、元はこういう色だったんですね。あそうです、元はこんな色でした、でも実際 DIY でねフローリングシートというかこれにして、はい、ってことですね。そうです、はい、でゴミ箱が結構なんかガチのガチのというかそうです、あの、はい、ブリキのゴミ箱みたいな感じですけど、まあ、これはまあ、なんだろう、でかくて大きさを気にせずもうパッパパッパ捨てられるんですごい楽っていうのでこれにしてるって感じです。しかもあれですよね、その地域のゴミ袋をそのままセッティングしてってことですもんね、はい、さっきちょっとちらっとあの動画界で見えましたけど。あそうですね、やっぱそのゴミ出ししやすさを重視してってことで。いや本当にそうですね、僕の部屋にあの一応あのお風呂場に1個ゴミ箱置いてるんですけど、部屋の中ではもうこれ1個だけで済ませてて、なんでもう集めるとかそういうの必要なくて、毎回毎回捨てて最後、はい、あの縛って出してまたセットするだけと。なるほど、すごい楽なんですよ、ね、ということですね、はい、はい、ありがとうございます。そしてまた気づきました、ここにもスイッチモードが。あそうですそうです、お風呂の自動炊き。そうなんですよ、あのお風呂って、はい、あの時間かかるじゃないですか、まあ、まあ確かに、はい、なんであの会社でスマホでこうお風呂炊くボタンを押すんですよね。おでも帰ってきたらそのまま湯船に、熱々の湯船に浸かる、冬最高ですね。そうですね、そういうので、まあ、ここは置いてますね。これよくくっつきます、結構簡単でしたか。僕何軒かいろんなお宅でこれ見たんですけど、はい、結構簡単にくっつくもんですか、これは。あそうですね、これ結構ちょっとまあ最初つけるとき大変でしたけど、はい、まあ、でもコツつかめば、はい、コツつかめばっていうか、まあそうですね、一応粘着力が非常に強いんで、ん、まあ、そこだけちょっと注意すればと。これ、まあ、特に、ね、この汗だくになりやすい夏とか、はい、逆に寒い冬とかめっちゃ重宝しそうですよね、これね。めちゃくちゃ重宝します、ね、出先で、はい、ということで、ま、ただお風呂の栓を朝閉めていかないといけない、うん、あそうですね、忘れたらダダ流しですもんね。そうですそうです、はい、なんですけど、ということで非常にいいですね、これは。ありがとうございます。で、はい、じゃあちょっとまた収納行く前にこちら側の、はい、まあ、冷蔵庫とか電子レンジとかケトルとかもすごいもう白で統一されてシンプルですけど、そうです、こだわりとかはありますか。はい、じゃあ上からいいですか。はい、あのこれデロンギのケトルなんですけど、これもですね、はい、結構一番安くて4000しないやつとかで、はい、あのティファールより多分安いんですよね、お買い方によっては。で、なるほどなるほど、すごい気に入ってるんですけど、前にティファールのケトル捨てて、うんうん、で鍋で全部入れたんですけれども、なんかちょっとその一人暮らししていく中でやっぱお湯沸かすこと非常に多くて、ちょっとお湯沸かしたい時に鍋を毎回出して、で流して拭いてっていうのちょっと面倒で、なるほど、っていうので、まあやっぱりケトルはまあ置いてていいかなってことで一応置いてるってことですね。はい、でじゃあ続いてその次、はい、電子レンジですか。でこの電子レンジが、はい、まあ、なんかこの液晶に出てくるなんかすごい多機能なやつなんですけど、これふるさと納税でもらってて、でこれもだからそうですね、ふるさと納税なんで、うん、あの実質出費2000円でこれ気に入られてるって、節税になってすごいいいですね。なんかもうシンプルというか、なんかごちゃごちゃしないのがいいですね。なんかこれミニマリスト的にもすごい素敵だなと思いましたねそうですね、非常に使いやすいですね、うん、これはあれですか、電子レンジだけですか、それともオーブンがついてたりとか。あ、いえ、電子レンジだけになります。電子レンジだけでっていう、まあ、僕の生活スタイル的にあのオーブン使わないんで、なるほどなるほど、もうトースターとかも必要ないんで、もうレンジだけでいいなってところで。なるほど、で、はい、そうですね、センサーとかついてて結構多機能のやつも一応ふるさと納税にあるんで、あのいいですね、おすすめですね、はい、ってことでありがとうございます、はい、なんか冷蔵庫とかはありますか。これ冷蔵庫はもうよくある一人暮らしのやつなんですけど、まあ、大きいの置いてないって感じですね、別に。なるほど、はい、で白にしたっていう感じで。そうですね、これも
そうですね、10年ぐらい使ってますかね、はい、そんなにですか、はい、なんかどこで買ったんですか、なんか中古ショップというか、メルカリ、実家をちょうど大学に入った瞬間で、10年じゃないですね、8年ぐらいか、大学に入った瞬間に、一応買ったやつを今でもずっと使ってる感じ、長持ちですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあそしたらさらっとキッチン下収納とかも見てってもいいですか。はい、はい、大丈夫です、はい、もうどこからでも、はい、ちょっとじゃあシンク下からいきますか、はい、すごいでもすっきりしてますね。なんか収納のポイントとかありますか。はい、一応この構造的にこの階層を分けるっていうようなやり方をやってて、で、まあ、そういうやることによって、まあ、結構収納がここだけで済むっていう、もう、なんですか、キッチン周りのもの全部ここに集約できちゃってるんで、まあ、すごい楽だなっていうところです ね、 こ, ですね。この突っ張り棒はご自分でされたんですか。あ、そうです、自分で。すごいですね、簡単にできる。かつ突っ張り棒ってこの、はい、掃除用スプレーとかもこうやって吊るせるんで、ね、これめっちゃいいですよね。このパイプの部分も有効利用して、ね、デッドスペースを、はい、へえ。もうここはもうギュッと集約してるんですけど、その代わりにですね、はい、キッチン周りに棚一個も置いてないんですよね。あ、確かにそうですね言われてみたらね、はい、まあ、この上のもそうだし、こっち側もそうだし、冷蔵庫横とかもね、はい、へ、1個も置いてなくて。じゃあもう本当この備え付けの収納だけでこと足りるようにしたわけですね。そうです。なんで、まあ、ちょっとこの中はごちゃごちゃしちゃってますけど、ただもうこれだけで全て完結してるというような形になります、ね。まあ、この左側シンク下の収納には掃除グッズとか食料とか食器とかが上にあってっていう感じですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。いう感じで、はい、じゃ続いて一応奥の方なんですけど、はい、コンロ下ですね、はいはい、あ、でもすごいシンプルですね、収納が、はいはい、でこれはですね、まあ、こだわりとしてはよく使われるのがこれ、この IKEA の鍋蓋オーガナイザーみたいなんですけど、あ、それうまいことに利用してますね。あ、そうです、これ本当はね、鍋蓋と か、 なんか食器とかも挟めそうな、あ、そうです、立ててね、こんな使い方あるんですね。あるんですけど、もうレトルトパックちょうど並べるっていうので使ってて、なるほど、はい、時短のために一応レトルト食べる機会もあるんで、まあ、一応こうやって並べてるって感じですってことですね。いや、でもいいですね、すごいおしゃれ、はい、でこのレトルトがこの数あるのには実は理由があって、お、はい、ウェルカツってあるじゃないですか、あ、ポイントが1.5 倍になるやつ、あれで、ああいう時に薬局とかってレトルト豊富なんで、一気にバッと買ってこうやって置いてるって感じ、ってことですね。なんかこの辺のレトルト関係もやっぱ収納はすごくね、なんか難しいというか、やっぱ散らばって見えるけど、こうやってちゃんと挟むことによって何がどこにあるのかも分かるし、うん、そうですね、はい、収納もすっきり見えますね、はい、はい、あとは調味料をよくあるのが、なんか白い箱とか無印のところに綺麗に収納される方多いんですけど、逆に僕はもう全部出してて、なるほど、ね、というのももう何ですか、ああいうのってじゃあ、うん、その箱とかって底とか多分ずっと使ってると汚くなるじゃないですか、で掃除の手間もありますし、なるほど、でもまあこうもう裸で出しておいたら、まあ、さっと使ってさっと戻すだけですし、で調味料も数 もう塩と胡椒と、もう少ない状況なんで、なるほど、へ、はい、もう掃除もしやすいし、はい、はい、ってことですね。ありがとうございま す、 そうです。もう一個だけいいですか。はい、どうぞどうぞ。僕ね、ですか、炊飯器置いてないんですよ、この時期なんですけど、米をめちゃくちゃ炊きまして、はい、あ、それですね。なんで、はい、あの釜を置いてて、おで釜でご飯を炊いて冷凍して、はいはい、やってるって感じで。なるほど、それはなんか理由はあるんですか、その炊飯器じゃなくて釜で炊きたかった理由というか。釜ってちょっとなんかこう頑張ってるみたいな感じあるかもしれないですけど、はいはい、そうじゃなくて、結構その炊飯器って置く場所も必要ですし、ね、あとその炊飯器周りってすごいカビやすいっていうところであったり、あと分解して掃除するのが非常に面倒ってところとか、確かに確かに米粒も落ちますしね。そうです、そうです、うんうん、っていうので、まあ、釜も今すごい炊きやすくて、もう普通に米入れて水入れて20分火通して置いといたらもう炊き上がりみたいな、別に前に立っとく必要とか全然なくて、なるほど、まあ、全然手間変わらないやんっていうところで、ということですね、こっちの釜に集約しましたね、はい、はい、ありがとうございます。では続いてこちらがクローゼットということで、何かこの辺こだわってる部分とかありますか、昔と変わったこととか。前はですね、全部棚に入れたんですけど、今はもう使う服は全部かけて、なんで干した後は畳んでないんですよね、全然。なるほど。で一応区域ごとに、の役割は分けてるんですけど、仕事柄のシャツを着ないといけないので、まあ、一応シャツ類もこの手前方に置いてて、でその後パンツを置いてたりとかで、今一応夏なんで夏系の服をもうざーっとこう並べててっていう感じですね、まあ、ちょっとミニマリストにしては服ちょっと多いかもしれないんですけど、ただ夏服はもう これだけですし、で数で言うと
今着てる服はシャツが8着ぐらいで、T シャツ8着ぐらいで、普通のシャツも6着ぐらいっていう感じで、まあ、極めて少ないわけじゃないですけど、まあ、必要最低限自分の好きなだけっていうところで、もう1年ぐらい服は買ってないですね。なるほど。もう今このあるだけの洋服だけでこと足りてるっていう。そうですね。ことですね。ここからはどん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 もっと減らしていって、もう1種類2種類とかでも、生きていけるかなとは今は思ってるんですけど。ということですね。はい、それこそ、まあ、その収納法が以前と変わったと、まあ、その吊るす収納にして、はい、あと数的にはどうですか。その昔はやっぱたくさん持ってたりとかはしましたか。そうですね。たくさん持ってましたね。もういろんな種類全部、例えば T シャツやったら全部の色の T シャツが欲しいって前になったんですよね。で、まあ、白シャツでもじゃあこういう形、いろんな形が欲しいって全部揃えたいっていう気持ちがあったんですけど、今全然そんなことはなくて、なるほど。もうその白シャツも一つに絞ったりとか、で、まあ、そのもう本当に必要なお気に入りだけを残していったという形です。っていうことですね。まあ、それがまあお洋服へのこだわりというか、お気に入りだけ残すみたいな感じ で、はい、そうですね、それ以外のものはもう断捨離というか片付けてって減らしてみたいな感じですね。です、はいはい、ありがとうございます。他にもですね、一応この棚みたいなの置いてるんですけど、まあ、この中にあの一応冬物のニットとかパーカーとかは一応入ってるということで、でまあ、なんか季節の変わり目とかに中身をこうかけてるものとガラッとこう入れ替えて、常に使うやつはここにかけたなしというような形で今やってる感じですね。なるほど、ってことですね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、では続いて玄関ですね。玄関のこだわりとかはあったりとかはしますか。結構その動線作りっていうのを結構意識してて、でこれあの無印のウェットティッシュケースなんですけど、中にあのマスク入れてて、おこれであの外出ていく時とかもうここからパッと取ってそのままお出かけできるっていうような感じ。これやってるとなんか棚とか小物入れからあのマスクをいちいちこう探し出してきてとか、マスクないよとか探したりとかいう手間も全部なくなって、すごい便利ですね。ってことで、これはマグネットかなんかでくっついてるんですか。あ、そうです、マグネットを後ろにあの瞬間接着剤で引っ付けて、この壁に、ね、なんでこれ結構普通にどこでも動かせるって感じです。なるほど、ってことですね。はい、はい、他にも何かこだわりポイントとかありますか。あとですね、あの会社に行く用のカバンとかは、はい、玄関にも全部置いちゃってて、はい、あのもう会社行くときは着替えてこれを持ってマスクを取って出ていくだけっていうところなんで、まあ、あの男っていうのもあるんですけど、はい、非常にもう本当に家出る時間とかで言うと、もう10分もかかんないぐらいで用意できていけちゃうんで、すごいそういう動線作りとか時間の節約になってますね。カバンはもうこれ1個だけ。あ、そうです、これ1個だけです。なるほど。もうプライベートの時もあの会社に行く時とかも。そうですね、これ1個だけですね。ただプライベートの時はあのトートバッグを持ってるん で、うん、でトートバッグも一応あのエコバッグと兼用っていうことで、あの自分のお買い物の時にも使えるし、自分のプライベートの時 の、 あのトートバッグとしても使えるっていうので、もうできるだけ必要最低限の数でっていうところで。そうですね。でも本当動線短くって感じですね。はい、マスクもしかり、おカバンもしかり。はい、はい、それこそおカバンとかも昔とやっぱ持ち運ぶ量とか重さとか変わりましたか、今では。あ、本当に変わりましたね。昔とかだったら、はい、モバイルバッテリーとかもいっぱいいっぱい積んで、結構重かったんですけど、今とかもうなんならカバンとかも本当いらないぐらいで。なるほど、はい、プライベートで出かける時とかだったらもうポケットだけ入れて、あの出かける時とかも全然あります。なるほど。でも本当今では必要最低限の、まあ、スマホだったりとか、まあ、イヤホンだったりとか鍵とかぐらいになったっていう感じですね。はい、あとあの鍵なんですけど、僕あのスマートキー使ってて、はいはいはい、これ使ってるんで、これスイッチボットのスマートキーなんですけれども、あのもうこれあるんで鍵も持ち運ばなくていいっていうところで。なるほど、もうキーレスにして。はい、なんであのもうスマホだけ持って外出かけられる感じが。なるほど。 だいぶ昔に比べても身軽になったっていう感じですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。で、はい、玄関の横になんかまたリビングにもあったようなお写真、雑誌の切り抜きですか、これも。そうですね、これもあのさっきの好きなあのアメリカを旅して絵を描かれている方の絵なんですけど、なんか雑誌の中で紹介されて、なるほど、それを本当にハサミでカッターで切って入れたって感じ でこれもですね、あんま知られてないんですけど、無印良品 の、 あの額で、はい、あのちょっと高めなんですけど2000円とかで買えるっていうところで非常に気に入ってますということですね。はい、ありがとうございます。ということで、最後ですね、まあ、脱衣所、洗面所、洗濯機置き場のあたりでなんかこだわりポイントだったりとかはありますか。ですね、この洗面台とかだったら、はい、あのここの下ですね、こことか結構その物を置いちゃう人結構多いんですけど、はい、
まあ、そのここも結構ぬめってきちゃったりとかして掃除の手間があるんで、うん、そこも掃除の手間がないように、うん、もう全部置かないようにしてたりとかしてますね。この辺でそれこそハンドソープとか、まあ、例えばコンタクトの洗浄とか、なんかそこら辺置きがちな方とかも多いですけど、シャケさんのお宅では、はい、なんかそういったものはもう基本上に上げてみたいな感じですか？そうですね、はい、基本的に上の方に全部上げてる感じではあります。なるほどなるほど。でもう他にはですね、うん、結構その化粧水とかも、はい、前までなんか化粧水とか乳液とかパックとか、 なんかそういうのも興味ある時あったんですけど、うん、もうそれもやめてもう1個だけでもうさっとつけてっていう感じで、なるほどってことですね。だこの辺のなんかその美容グッズ的なものとか、まあ、ちょっとエチケット系のものとかをもう最小限にして、はい、そうですね、ってことですね。でただあのこだわってるのが歯磨きにはこだわってて、はい、あの歯ってやっぱり価値が非常に高いってところで、うん、人生を長く見た時にも長くその資産として持ち続けたいってところで、うんうん、歯磨き粉とかコンクールって言うんですけど、へえ、これ初めて見た、はい、これはどういう特徴が、これですね、もともと歯科医でしか買えないものだったんですけれども、うんうんうん、今では結構ネットの普及とかで楽天とかでも買えるようになってきて、うんうんうん、で本当に普通の歯磨きと違って殺菌とかそういう機能がすごい優れているところで、あの、まあ、常在菌はしっかり残しつつってところで、うんうんうん、朝起きた時のベタベタ感とか全然なくなって、すごいいいですね。なるほど。それはなんて調べれば出てきますか？これですね、コンクールジェルコート F って調べたら出てきますね。なるほど。これはもうシャケさんの中でおすすめの歯磨き粉ってことですね。そうですね、もうこれリピートしてて、はい、もうこれ5個目とかそんぐらいです。すごい高いんですけど、もうこれはもうこれだけですね、本当にってことですね、はい、はい、ありがとうございます。あとこちら側でなんかこだわりポイントとかはありますか？ですね、ここも結構動線意識してて、でなんかタオルとかはもうあのここになんかもう2種類とかしかないんで、うん、ここに並べていってるっていう感じで、ノブラがあったらもうすぐ取れるっていうところで、クローゼットとかに置かないようにしてます。なるほど。でも本当洗濯機で洗ったらもうちょっと乾かしてもここにすぐ収納するみたいな、はい、そうですそうです、はい、他にはここなんか黒いやつあると思うんですけど、はい、これまあパジャマとかなんか1回着たけど洗濯せずにもう一回着るっていうのがちょっとあると思うんですけど、そういう系の服って、はいはい、そういうのをもうざっと入れといけるやつっていう感じですね。なるほどってことですね、はい、はいはい、ありがとうございます。で他にはこの上とかだったら靴下と肌着っていうのをこの本立てで区切ってて、はいはい、であのまあ、これとかもこれです、ね、その本当に動線すごい良くてお風呂上がったらタオルで拭いてそのままあのあ下着もここにかけてるんですけど、あ、なるほど、はいはい、でここであの下着を着てその後も靴下と肌着を着て出ていけるっていう、っていうことですね。動線がすごい意識して作ってます、ね、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、では最後お風呂場ですね、こだわりポイントとかはありますか？お風呂場なんですけど、はい、全部あのシャンプー類とかは全部吊るしてるっていう感じで、うんうん、なんであのこっちもなんかぬめりとか掃除とかの手間を最小限にしてるっていう感じです。なるほど。このフックみたいなのってこれ無印さんのとかですか？あ、いや、これも全部100均です。あ、100均なんすね、はい、これ100均で全部吊るせるもんなんすね。あ、そうです、全部100均で吊るせるんですよ、なんかこのチューブ系からね、こういうボトル系から、はい、一応そのシャンプーとかでも、うん、なんか一応その数ちょっとだけ多いかもしれないんですけど、うん、ちょっとプレゼントでもらったやつなんで、うん、まあなんかそれをなんか売るとかいうのもちょっと気が引けるっていうところもあって、うん、とりあえずその、うん、今は一時期だけこの数使ってるっていう感じになります。なるほどですね、はい、はい、ありがとうございます。他にもありますか？はい、この吊るしてるに伴ってですね、うん、まあ、ここですね、あの、はい、鏡のお風呂場の鏡の横とかに棚とかずらーっと普通あると思うんですけど、うん、それ全部取ってまして。なるほど。これはもう必要ないから掃除の手間、そうです、掃除の手間を楽にするためみたいな。そうですそうです、掃除の手間を楽にするためにもう全部最小化させて、うん、もうなんでなんかこっちあのお風呂場のこっちあたりは全部何も置いてないという状態にしてますね、うん、ということですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでルームツアーは以上になりますが、最後シャケさんから視聴者さんにお伝えしたいことはございますか？はい、まあ、今ざっとこう見ていただいた中で、で物が僕ってすごいかなり少ない、ほぼゼロに近いっていうわけじゃないと思うんですよね。でそれってそれでいいと思ってて、でミニマリストって物がほぼゼロみたいな、こうじゃないといけないっていうような脅迫される必要はないと僕は思ってるんで、ミニマリストってじゃあ何かなってところで、その物を減らすっていう意識を持ってて、で自分の大切なことっていうところにフォーカスし始めてすることができ始めてきてたら、もうそれってもうミニマリストって言っていいと思うんですよね。だから僕はまあそんなものはちょっと多いですけれども、でただ僕はその必要なものだけしか置いてないって
自信を持って言いますし、で全部置いてるものに対して置いてる理由が僕全部言える状態ですなんで、僕は物が すごいゼロっていうわけじゃないんですけれども、周りがそれに対してそんなミニマリストじゃないと言ったとしても、それって全然関係なくて、自分が自分を認めてあげるってことがやっぱりすごい大切なことなのかなって僕は思ってるので、皆さんも身構えずに、自分が物を減らし始めてきたら、私はミニマリストですって言い始めて、で自分の大切なものをより大切にしていけるような暮らしをしていっていただけられたら嬉しいなっていうふうに僕は思ってます。はい、ありがとうございます。やっぱりね、物減らしてミニマリストってなっちゃうとね、はい、脅迫観念で苦しまれる方とかもいらっしゃいますから、そうですね、そこは全然、緩くというわけじゃないですけど、自分で自分を認めてあげるっていうのが一個大事っていう、はい、ことですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。ということで、最後にシャケさんのインスタグラムのリンクが概要欄に貼ってありますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてほしいなと思います。ということで、本日もシャケさんありがとうございました。ありがとうございました。